スキーゆかりです。マイティボンジャックやっていきます。マイナーゲームの再生数に味を占める相方の東北キリトンです。それでは、はい、用意、スタート。このゲームは1986年にテクノから発売されたアクションゲームです。操作は十字キーで、移動 A でジャンプ、 B でコインを消費してパワーアップ。パワーボールが出ました。これで敵は無力化できます。コイン40枚で1ルーピーアイテムが出ます。かなり遠いですね。一面は簡単ですね。アイテムを取りに行く余裕があります。こんなの見せてもしょうがないので倍速。コインです。9枚まで持てます。9個まででいい。10個取るとコインを没収されて刑務所行きです。保釈金を払っても泥目が出ても出られません。アイテムは基本ゴミが多いですね。特典アイテムとかエクステンドがないからいらない。まあこんなことができるのは序盤のうちだけです。道が塞がれました。スクロールして敵を消しましょう。これは多分重要なテクニックのはず。タイトルにもなっている爆弾をうまく取るとさっきの弾が宝箱から出ます。でも敵が多くなると狙えない。コイン5枚いい感じじゃないでしょうか。さて動画的に先に急ぎましょう。タイムはめっちゃあるから大丈夫です。ゴールが見えました。コイン6枚目。このゲームはジャンプがクッソ高いです。上や下を押すことでジャンプの高さを変えられます。あの宝箱取りたい。まだいけるわ。もう危ない。無事なのでセーフ。面の最後には爆弾を全部取るまで出られない部屋があります。導火線がついている。爆弾を取り続ければボールが出て敵を消せます。空中で横に並んだ爆弾は A ボタンを連打して浮遊しましょう。これを利用すればジャンプ後に好きな場所で止まれます。有能。敵が消えました。 B と書かれたメダルは得点が上がるだけです。つまり不要。あとは適当に取るだけでクリアですね。今思ったんですが 1UP のために最低でもボールを10個ぐらい取らなくてはならないんですね。厳しい。だからスイッチの巻き戻し機能が必要だったんですね。スイッチの巻き戻し機能に頼るのは動画的にまずいのでは。このゲームにコンティニューがないのが悪い。なお中の人はクリアまでコンティニューがあるかどうか調べなかった模様。面倒くさいから仕方ない。皆様スイッチの巻き戻し機能を使えば下手くそでもクッソ難しいゲームを多分クリアできます。中の人が乗り移ったカスみたいな発言。でも超魔界ゲームに戻りましょう。主人公が行ったり来たりしている。敵がいないから今がチャンスかな。確かに今降りれば敵が来たる前に行けるかもしれませんね。このゲームは敵を倒す方法が乏しいのでやられる前に逃げます。何で敵に突っ込んだんですか。わかんない。何でリセットしないんですか。この先のお店ならお釣りが来るからです。何の理論でしたっけそれ。 B が出た。敵が溜まってから撃った方がいいです。危ないですね。これ取ってたら全部没収の後刑務所行きでした。コインの数よく見てなかったかも。なるべくボムはうまく取ります。パワーボールはめっちゃ欲しい。うーろーろ悪降りろよ。ほうボムボム。だから箱を取るんですか。余裕があればなるべく取っていきます。こういうめっちゃ通路が狭い場所は後に敵が溜まって脅威になります。最悪パワーアップで敵を消します。コストめっちゃ重いけど。なんか扉あった。宝箱が多いですね。こういう時は B ボタンでパワーアップです。パワーアップはパワー1で代々の宝箱を開けられるようになります。いらない。パワー2は宝箱を横から触れただけで開封できます。重要。パワー3は敵を金貨に変えます。緊急用。あと A ボタンを何回か押すとパワーが下がります。ちなみにステージの最後の王家の部屋では使えません。自力でやれってってことです。早速青に。クッソ弱くなった。なんかそのうち金色に光りそう。ビシバテン驚きゴッドフィンガーできそう。パパパッとピラミッドを壊して終わり。このゲームのストーリー解説はそのうちしましょう。ここは浮遊していれば終わりかな。なるべくパワーボールを狙います。右上にスコア倍率がありますね。通常プレイじゃどうでもいい。コインコインコイン。早く 1UP したい。初期残機3つだし。なんか一瞬コインが多かった。あそうだ、タイムが増えるアイテムがありますが、そのタイムが99以上になると拷問部屋行きです。クリアー。拷問部屋。なんか真夏の夜の陰夢にありそう。悶絶少年調教とかでしょうか。ニコニコにいるせいか名前を知っている。でかい。長いですね。仕方ないことですが、そのうちカットしましょう。なんかオレンジの宝箱があります。いらない。パワー。あゆかりさん、 1UP アイテムは最後までろくに出ませんよ。コインが満タンに。廃屋満タン。なぜか日の光もないのに木が生えています。
あのさ、コイン9枚以上取っちゃダメって言わなかかなかった。わかんない。拷問部屋です。ジャンプを50回すると扉がすきます。高コインは全部没収です。仕方ないね。喋っている間に敵が出ました。近づかれたら逃げまくりましょう。囲まれたんご。おい、なんとか突破成功。あと約半分です。長いですね。動画的に話すことに困る。ではストーリー解説です。大ピラミッドの奥に王たちが連れ去られた。そしてそこに行ったマイティー族の兄弟が全滅し、残りは末っ子のジャックのみ。ジャックはついに勇気を振り絞って最後の戦いを挑んだ。一応中には兄弟がいます。今回誰一人助けられませんでしたが、なんとか脱出。ある程度カットです。城には何もないのでカットです。これ横から宝箱を開けないと進めませんね。厄介ですね。扉があります。通れません。開けるアイテムの場所がわかんないのでスルーします。次への扉です。青ジャック、赤ジャック、黄ジャック、緑ジャック、野獣先輩色のジャック。ステージの最後です。とりあえずある程度取っていきます。なんか今思ったんですが。何でしょう。このゲーム多分実況向きじゃない。せやな、逃げるな。ミイラ男は空を飛ばないので捌くのは楽です。全部コインにしました。もう少しですね。後半分くらい。敵がリポップ。これは左上は取れませんね。敵が一箇所に集まっています。とりあえず火がついているやつから取ります。敵の塊の中で導火線が燃えていますね。ミイラ男が鳥に変わった。左上から敵が消えました。その代わり下側に敵が密集しています。敵が邪魔です。なんとか着きました。これ次のパートあたりからお目返し動画になりそう。コインコインコイン。金を取って終わります。これでゴールです。リザルトかカットします。喋るところがないので4面です。確か結構長い。とりあえずまずは進んでいきます。何でしょうかこの木は。色が変です。室内で育ったから栄養状態が悪いんでしょ。扉です。上に進みます。やり終わってから気がつきましたが、横の方が近い記憶があります。なんかよくわかんないところに出ました。上に進んでいきます。敵が出てきませんよ。あ、出た。クソジャコミイラならセーフ。なんか宝箱が埋まっていました。敵がコインに変わりました。無力か。あの宝箱取りたくない。取りたい。面倒なので取らないでください。中身はゴミ。っていうか無駄使いしたせいでコインが残り少ないですね。いつまでもあると思うの親と金。中の人の親は最近例のウイルスにかかりました。危なくなったら即ゴム。これはゴムではないです。あ、中の人だけは例のあれにはかかりませんでした。扉です。早く行きましょう。なんか上でうろうろしていたからカット。ついでに多分コイン40枚で 1UP ができました。とりあえず無駄にパワーアップしているんだし、だから箱を開けてパワーアップできるコインを取りましょう。宝箱の中身はゴミばっか。せめてコインよこせ。あ、そうだ、唐突。何？このゲームワープあるんですよ。ワープが。だったらそれ使え。知ったのは編集中です。つまり無駄情報ですね。尺稼ぎにしかならない。ここからはなるべく A ボタンを押さずに下に降りていきます。 A を押すとパワーアップ切れますからね。あ、そうだ、どっかで後でやってください。布の中の人が乗り移っていますよ。扉です。宝箱を開けたら入りましょう。下のは場所が狭いから危ないんじゃ。ほら言わんこっちゃない。突破したからセーフ。そのウインクやめろ。次に進みます。今度こそゴールでしょうか。ゴールじゃなかった。宝箱取りたい。まだ行けるわ。もう危ない。ここ横移動能力が低いと動けなさそう。なんか P が来た。動画的にとっととゴールしましょう。さすがにもうゴールでしょう。この動画メタ要素多いですね。コクラ当たりは楽なので話すことは少ないですね。楽なのはいいことなんですが、まだゴールじゃなかったんご。いい加減ゴールにならないと話すことが消える。パート1だからコメ返しもできないし。下に行きます。もうパワーもないので宝箱はほとんど無視ですね。多分安全そうなところ以外はほぼ無視するのが正解だと思うんですが、敵は追いついてきませんね。あ、ゴールです。早く行きましょう。行かなかったらカットします。早く行ってください。ゆっくり見ていってね。あ、このゲームは全16ステージプラスアルファです。4パートに収めます。そして終盤は怒涛の巻き戻し機能連打。あるのが悪い。適当。これは楽そうですね。敵も今はまだミイラだけです。 B も出た。もう大丈夫ですね。もう消化試合です。残りの爆弾を取って終わりです。地味に 1UP 私でなきゃ見逃しちゃうね。
変に手間取ってますね。敵が落ちるのを待って終わりです。ではそれでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらニコニコならフォローといいねを、エオツベならチャンネル登録と高評価をお願いします。100いいねでキリタンが抜きます。無理、この立ち絵は全裸素分ないですよ。